はい、皆さんこんにちは。ワナリグルフィッシュです。では今日は This is a Police 11月30日プレイしていきましょう。ムジカは今日欠勤と、まあしょうがないね。フレッチャー今日も欠勤、ベルモント、酒にも酔ってるけど数は欲しいから一応いて、黒沢、ビデオ内装のテレビが壊れてしまいました。1年かけてお金を貯めて買ったんで修理に出したいので1日休みをもらえますか。なんで壊れたんだよ。最初に画面から変な音がしたんです。きっとアンテナの方向が悪いんだと思って動かそうと思いました。でも立ち上がるのがどうにも面倒くさくて、それでブーツをアンテナに向けて投げたんです。そしたらテレビがスツールから床に落ちてしまいました。そりゃ壊れるだろうよ。しょうがないな。テーザー10だけ持ってる場合ってどうなんだろうね。カートリッジがないから効かないのかな。だとするとかなり微妙だけど。ピンクのチューインガム、頭のいいクレイドンでしょう。あとは、黒い箱の謎。これも頭のいいスーパーロック。これでいきましょう。どかすか、金を貯めていかなきゃいけないからな。チャーリーが死んだの。まあ、チャーリーって一番最初にね、いざこざがありましたからね。チャーリーの葬儀、まあ、手配してあげよう、100ドルかかるけど。まあ、なんといってもね、今週あと1万1000ドル稼がなきゃいけないんで、中央郵便局です。シングルマザーなので、全部自分でやらなきゃならないのには慣れています。仕事に家事、そして息子のジギーの世話も。それでも仕事のせいで家を空けることは心が痛みます。その影響を一番受けるのがジギーなんです。息子はリプトンの病院に行くことになっているんですが、どうやって連れて行こうか悩んでいます。お昼休憩はそんなに長く取るにはいかない。店も数時間も閉められません。繁盛しているし、ジギーの教育にお金を貯めたいと。かといって病院に行かなくちゃいけない。そこで提案、警官を派遣してフレンドリーなのをと言ってるね。じゃあベルモントだな。他の警官ちょっと怖いからね。酒に酔ってるベルモント、まあ、陽気にさばいてもらいましょう。給水タワー、長い赤のスカーフをした少女が給水タワーに登り自殺しようとしている。どうするかな。ここはアーロノビッチ、警官は温存したいんでね。続いてトレンド公園ですね。私はここシャーブートで正義を守るため最後の砦のような存在。どんな存在なんだろう。すべての事件を把握し、街の人々のどんな小さな秘密も知っている。私が皆に嫌われているのはそのため。おじのジョセフ・トレント裁判官とは大違い。あの人はもうずっと前私との縁を一切切った。だから私もあの人のことは忘れたいのですが、不幸なことに毎日散歩するこの公園にあの人のネームプレートがある。いや、この公園散歩コースから外した方がいいんじゃないかな。それで数年前、それと取り替えるため、私の名前が入ったプレートを注文したんです。この町に大きく貢献してきたんですから、それくらいは当然。プレートをすり替えるという微妙な作業を安心に頼めるような人がいないです。あなたのこの腕っぷしの強い警官なら、フェンスを乗り越えて取り替えることができるよね、と。なるほど。そうすれば、いろんな情報をくれると、腕っぷしが強いとなると、まあ、クリムジーかな。パワーあるんでね。集団ボム。怒り狂ったボートの集団が郵便局の外に集合している。今にも力づくで建物を占拠しそうな勢いだ。マジで。しょうがない。フラワーポッツ、いやー数が足りないな。オッシーズにシャイニー、何のために取り囲んでるんだろう。不審人物。アストリッド・ジョンソン高校。コートを着た怪しい男が校庭で遊んでいる子供たちを眺めていると教師から通報。まあ、フラワーポッツ、トレント公園ですね。ナシさん任務は完了。で3000ダラ、これはありがたいね。30万円もくれたんだ。集団ボード。怒った人々の集団、実は他に荷物を受けるために同日並んでいた郵便局との客。いや、それさ、見間違えるかな。給水タワーですね。少女は大きなリュックサックを背負い、塔のヘリに立っている。リュックサックの中身気になるので聞きましょう。パラシュートを背負っていると少女は言った。塔から飛び降りて生き残った人は、いや、塔ぐらいの高さだとさ、パラシュート開いても減速する前に死ぬんじゃないかな。少女の背後に忍び寄りましょう。ステルス性能ある。アーロノビッチならできるはず。背後から警官が近づいていることに気づいた少女は塔のヘリから飛び降りた。少女のスカーフが風になびいた。
ああ、スカーフを掴んで助けましょう。犯人が死亡。まあしょうがないかな。大麻を吸ってたんだな。中央郵便局ですね。すべてうまくいったと。うん。スワヒリ語で冷たい神の山を意味する言葉知りませんかと。ちょっとわからないです。週末は働きませんと言ってるけど、週末じゃなければなんか変えたりもらえたりするってことだな。アスリートジョンソン高校ですね。警察が現場に到着。子供たちを眺めている。どうする？車から出て男に近づきましょう。警官の姿に気づいた男は自分の車に向かって逃げたと。あ、男を追いかけよう。スピードはあるからね、フラワーポッツは。警官が男に追いつき、その襟をつかむと、その拍子にコートが抜けた。男は何も着ていなかった。マジか。彼は自分の車に逃げ込むと、警察の前でドアを激しく閉じた。まあ、交渉能力も高いからね、フラワーポッツは。OK だ。よく捕まえた。ジャイアントのミルクチョコ。チョコレートはね、僕大好きなんですけどね。もう本当に、チョコレート食べると未だに吹き飛ぶものが出るっていう、中学生かっていう感じなんて、あんまり食べないっていうか、ほとんど食べないですね。奥さんからも食べるのを禁止されてます。ベルモンとは目標出したくないからな。死ぬ可能性あるからね、酒に酔ったままだと。ビデオシアター。実はビデオシアターを開くのが長年の夢。ブランディシャツに義足の侍、地獄に吹かせ、超人気作品を好きな時に好きなだけ見れる場所。でもそういう施設を開くにはたくさんの機材が必要。大きなテレビや空のビデオテープ、それから電気サーチから機材を守るための携帯式の発電機なんかが必要。もちろん映画のテープも忘れちゃいけない。機材の手配を手伝ってくれたら閉店後、うん、開店後、毎日の売り上げの何パーセントかをあなたに差し上げる。これでかいな。全てを揃えて待っていてくださいって言われてもな、何が必要なのかもうちょっと具体的に説明してほしかったな。兵器の取引、スーツとネクタイを身に包んだとか、家を一軒一軒重し、銃火器を売ろうとしている。マジで超嘘くさいんですけど。クリムジーが出せない、シャイニーだ。ベルモンとも危険なんで。で、児童虐待です。ボールで遊んでいた少年たちが近くに止まっていた白い車に誤ってボールをぶつけてしまった。アラームが鳴り、車の持ち主が飛び出してくると、少年の一人の耳を掴んで入っていった。これ交渉能力とか高い人間がいいな。いる？アールのピッチ。人質事件、遺体の安置所。これはミッションですね。武装した狂人の集団が遺体安置所に押し入り、備蓄してある蘇生決済を全て引き渡すという要求。これは後でやる。家の開いたドアからお願いやめてと男の子の声が聞こえると、大きなナイフを白い車につけられて、手を挙げて外に出るよう容疑者に言う。家の中にある。手を挙げて出てこいと。まあこれ普通の段取りですよね。 OK だ。今に別状はないと。さすがアールノビッチだね。アールノビッチはスピード。フェレット、回避できる確率アップ。これも嬉しいね。兵器の違法取引は合法だね。ただのガンク。ホッシーズが戻ってこれるんだったら、ホッシーズも含めてしっかり対処したいけど。いやー、スーパーロックも、はあ、クレイトンも新しいのは見つけられなかったか。もう事件はないでしょ、今日は。OK だ。じゃあ事件に行きましょう。
ホッシズ、フラワーポッツ、キンメル、てかまあ上から順に能力の高いやつを連れていくだけだけど、狙撃員も入れるでしょ。発砲スキルが高いやつは連れていきたいからな。ベロムト行ってこい。まずキンメルが無理だな。でシャイニーも無理と。キンメルとシャイニーを外して、ローゼンクランツだったらグリムジー、あとは射撃力があるのが、ローゼンクランツしかいないか。本当にさ、シャイニーとキンベルダメだな。まださて中身見ていきましょう。スペンサー・シュミット、死体安置所に練習に行くんだ。メスをしっかり持ってヌルヌルして悪臭を放つ、内臓をためらなく手を突く持ちになれようとしている。病理学者っていうのは気持ちのいい職業じゃないかもしれないけど需要は高い。シャーブートの死者数を考えたら無理もないことだと。ほう。コーヒーを持ってきてくれたら撃ち殺されずに、死体安置所に入る方法を教えてくれると。いやー持ってないんだよ。ムナサンディゴ3ヶ月ヘロインもないんだよな。3ヶ月前無線のセリーナが出かけてきり帰ってこなかったと。いつも通り警察の何の手がかりもつかめなくて、だから私は自分で探すことにした。家という家に入って地下室まで全部調べたけどセリーナの影はなかったと。今日もまたそんな電話があったわと。どうするよこれ。ヘロインないからさ。そうは言ってもニラハフ宝石もないよ。ずっと死体安置所の清掃員をやっているが何もいいことなんてありゃしない。基本的に死体を腐らせないように保管する冷蔵庫の清掃をしているんだと。はあ、どうする。何の手がかりもなしに挑むのか。ちょっと怖いな。まあ、ホッシズは狙い撃ちを絶対つけたいというか銃系だよね全部。あとラッキーショットは欲しい。サイレンサーか。サイレンサーも欲しいな。ラッキーショットはラッキーショット。でホッシズはよくて、でフラワーポッツも銃系は入れたいよね。ラッキーショットはラッキーショット、ラッキーショットがあればラッキーショット入れたいんだけど、シャドウかな。あとピッキングか破壊場。シューターは絶対入れる。てか銃系はね本当に入れないときついんで入れますと。ハンターとカメラオンでアールノビッチ、これはねもうシューター系サイレンサー系は全部入れます。連射も使おう。あとはフィレットかな。フィレットは入れる。サイレンサー入れる。あとは、ピッキングとか入れとく？使うかどうかわからないけど。ラッキーショット。これでいこう。狙撃班がしっかりね、狙撃を決めてくれればいいんだけど。敵がどこにいるか分かんないからな。基本的に同じ方向から進んでいきたい。
死亡者は出したくないぞ。中にどこからか入らなきゃいけないんだな。どっちからどう入るのがいいのかっていうのが事前情報が何もないんで慎重にならざるを得ないな。あそこに明かりがあるところはきっと危険なんだろうな。察するに。これは中に入れないな。フラワーポッツが来るのを待つしかないわ。中に人がいるね。だから中に物があるのは分かる。3人4人といるのは間違いないね。ただ4人とは考えられないんで、もうちょっと数は5人目いるね。いるんだろうな。いや危険だろこれ。入り口間違えたかな。攻略サイトとかあんまりっていうか全く見てないんで、こういうのはあっちゃうのは申し訳ないんですけどね。ピッキング持ってるやついないの？アールノビッチは持ってないよな。中に入れないか。こっちからは回れないんだな。
そしたら突撃の体勢を取ったままここにいてもらうしかない。足の速いっていうか、その距離が稼げる警官には突撃なりピッキングなりっていうのは持たせておいた方がいいね。こっち側からは侵入は無理だな。上登れないもんね。となるとこっちに回り込ませよう。中に入るまでに6ターンも使っちゃってるけど大丈夫か。犯人がいるじゃないか。ミッション途中で手がかりを得ることがある。どんなガラクタでも持っていればいつか役に立つかもしれない。パトカーに持っていくかミッションが終わるまで持っておこう。いやー危険だよ、危険すぎる。仕留めよう。バカ野郎、外すか今ので。自分が死ぬぞそんなところで外すと。もうちょっとさ慎重にやらないと本当に死んじゃうよ。が殺されてるし。はい、僕負けです。もう一度挑戦しますか。挑戦させてもらえるなら挑戦します。これは突入系のものを温めていきます。もうよく分かったからね。とかに人質救出だからな。場所は分かったんで、あとはどういう順路で進んでいくかなんだよね。
から行くのは危険だからな。ただあそこにも警官は一人は配置しときたいからね。この中には警官は一人だな。後続が到着するのを待ちましょう。密かに殺していくしかないからね、こうやって音を立てずに。まだここに隠れていなきゃいけないぞ。中の様子がいまいちわからないんだよな。ちょっと応援をこっちに戻そう。突入していいのかな？なんかバレそうな気がするんだけど。気づかれたか。外しやがった。外すなよ。外しやがった。We have this one. We have this one.ナイフ。正解がわからないからな。ガハ、やられるよな。
構難しいな。もう一度、ごめんなさい、やらせてください。どうするのがいいかな。ピッキングの方がいい気がする。で、意外と正攻法に正面から入っていく方が、なんだろうな、いい気もするな。か、ピッキング持ってるんで、まあ、どっからかピッキングかけていくっていうのもありだよね。3-3-3-3で分かれていく？そしたら。音は出しちゃいけないというのがよく分かったんで。敵はあそこに一人いるね。見つかるなよ。ナイフ。さあ、容疑者さん、大丈夫か？心配だぞ。よし、気づかれていない。総合的に見て大丈夫だ。
そこに2人いるね。さて、そうすると。監視であそこでああいうことができるというわけだな。ちょっとこれは中に入らない方がいいな。危なすぎる。よし、中に入ってきた。目論見通りだ。ここに2人いるね。慎重に行きましょう。慎重に。さあ、まずいな。一旦この下に隠れるしかないわ。無理だな。ここまで来たら。
こっちに来るか。殺す。ローゼンクランツに関して言うとスキル何も持ってないな。フラワーポッツ、いやー軽々と持ち上げる的なもの持ってるやつ誰もいないわ。うかつだったな。2人いるもんね。同時に無力化するのかなりきついな。というか運要素が半端ないな。容疑者の動きが分からんからね。突撃のタイミングはちょっと慎重になりたい。あーどうするかな。よし、まず人質一人は解放できたね。一人はここでモニターのチェックだな。もうちょっとこっちに寄ってきてくんないとちょっとやりづらいわ。何なのこれ、ちなみに
まあ、やり直しができるっていうのは嬉しいな。でもポリスの中でポリスってなんかやり直しが効かないイメージもちょっとあったりはしましたけど、いやマジで優秀だわポッシーズ、バリバリ殺せるもんな。あと一人でいいのかっていうところぐらいかな。もう何人かいるってなるとちょっと話別だよね。中の様子を伺い知りたい。あそこにいるな。で、あとは一人だけか。これで終わりだ。いや、ちょっと待って待って待って。終わり。まあ、ちょっと正しい攻略の手順かどうかわからないですけど、まあ勝者を出すことなく勝てたんでよしでしょう。逮捕がねいなくて全員殺しちゃったっていうのがどうかというのはありますけど、ホッシーズも完璧な男になったな。パーフェクトマン、本当にパーフェクトな男だよ。フラーボッツ、発砲スキルちょっと磨いてもらおう。阻止シューター、フラワーポッツも優秀だよね。クリムジーは、そしたら交渉能力をつけてもらおう。今後のためにね。尋問も手に入れた。アールノビッチはちょっとパワーを鍛えてもらいましょう。KO。ローゼンクランツは発砲スキル、ちょっと発砲スキルみんななさすぎるからな。シューター。ベルモントはスピード連射いいね。拳銃三連射者、さらにフェレット、いやー今日はやり直しがありましたけど、どうだろう、犯人死んだってのあったけどそれなりに稼げたんじゃないの。タブは25か。で、誰を雇えるかという話だな。エイジは無理だな、900のエイジ。あとは帽子かぶってるところで言うと、ゴートホンとか、どうなの？てか、ゴートホンしか雇えないし。テーザー銃はカートリッジが欲しいな。明日の勤務、ホッシーズ。ガツマン、マグガイア、ローゼンクランツ、キャンメルね、シャイニーも嫌だとか言うんだろう、ムジカ、オーレス、クロサワ、ゴートホン、ペンキン、ムラディアン、あと一人ぐらい欲しいな、シャイニーとか何なんだよって感じだけど、クリムジーとフラワーポッツ、申し訳ない。というところですかね。
どういう展開だよ、いきなり急展開だな。うわ、打ちやがった。Go home, Mr. Boyd. Who am I talking to?My name is Colonel Liam Henderson, but as you can see, we'll have to do this some other time. How do you know my name? I think there are only two of them, but best be safe. Check the area and tell Mark to shut off that engine. Someone will have to stand watch here until morning. Hey! I'm talking to you! Go home, Mr. Boyd. Lock the door, stay away from the windows, don't come out till morning. We'll talk another time.なんかちょっとよくわかんない展開になりましたが、一応11月30日なんとか長くなっちゃいましたがクリアできましたね。では次回ちょっとねこの続きまたプレイをしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況とあとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。